おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月28日朝5時39分になりますね。ドル円の相場を見ていますけども、ちょっとね、私がね、恐れていたというか、こうなる可能性もあるなと思って、その可能性がちょっと低かったんですけども、意識していたことが起きました。画面を切り替えてご覧いただきますけども、これはね、あ、そっかと思う方もいると思います。これがデイリーなんですけども、ご覧いただいているようにね、これずっと高値圏に向かってここから進んでいったんですよね。で、ここから一つ山を作って、大きな山を作って、下落するかと思ったら今ちょっとね、上の方伸びてるじゃないですか。これが何を意味するかっていうと、右肩下がりのヘッド&ショルダーができてるんではないかなっていうふうにも思えるんですよね。デイリーではこの辺までしか言えないですけども、こちらの高値圏を超えることがないと、こちらですね、ちょっとしっかり書いておきましょうか。こちらの高値圏、ネックラインを超えることがない限りは、この辺りで跳ね返って下に向かうんじゃないかなと思うんですよ。そうなると、ここからね、ちょっとやっぱり勢いをつけて下に行くかなと思ってるんですよね。まあもちろんこのままね、上がり続けてしまうこともあるんですよ。そうなったら今度はここを睨んで、ここを超えたらバイでエントリー、もしくはここを超えずに下がっていくようでしたらダブルトップね。ダブルトップはどことどこかっていうと、こことここですよ。このダブルトップを見ておけばいいっていうことですよね。では4時間です。もうちょっと短い時間で分析してみましょうか。こちらをきっかけにして、ずっと右肩下がりが終わってですね、今ちょっと上昇に向かってるところですよね。で、ポイントとしては一つここにあります。だからもうすぐ下にずれるのかもしれません。で、あとはもう一つこの辺りですね。この辺りにもちょっと抵抗体があるんで、ここで跳ね返るかもしれません。この2つぐらいはちょっと当面は見ておこうかなと思ってますね。ここでどういうふうに反応するかです、この2点で。で、1時間、1時間は右肩下がりから急速なる右肩上がりに向かいましたね。それまではこういうふうな、ね、トレンドラインを書くと思ってたんですけども、ここを割ってですね、ブレイクしていきました。様子見成功ですよね。要するにこういうふうなレンジも見ていたわけなんですよ。レンジの抵抗体も超えていってですね、強く上昇に向かいました。この上昇もずっとね、上昇に向かうのか、それとも今までお話ししたようにね、デイリーとか4時間でお話したように、下落に向かうための戻り売りのタイミングなのかってことが分かると思います。その日はですね、例のフィボナッチとかで裏付けるといいと思いますよ。ということでね、右肩下がりのヘッド&ショルダーがないでもないなっていうところまで来ました。でも分かりません。上昇のポイントも今日示したところで2つありましたよね。あそこで測らなくてはなりませんね。ということで、選択肢は3つに絞られたということでございます。右肩下がりのヘッド&ショルダー、そして、倍継続が2つのポイントで出てましたよね。あとはね、他のインジケーターなので裏付けていこうかと思います。それでは今日もちょっと見ておきましょう。この3点でどう反応するかによってエントリーするかどうかが決まります。